アダム・コーリー・イートンは、アメリカ合衆国をイオ州、スプリングフィールド出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2010年の MLB ドラフト19巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、6月13日に契約。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ミズーラ・オスプレイで、プロデビュー。 68試合に出場して打率3857本塁打三37打点20盗塁を記録した2011年は A 級バイセイリアローハイドで開幕を迎え65試合に出場打率3326本塁打三39打点24盗塁と結果を残し7月2日に A 級モービルベイベアーズへ昇格した AAQ モービルでは56試合に出場して打率3024本塁打28打点10盗塁を記録した2012年は AAQ モービルで開幕を迎え4月にトリプル A 級離の A シズへ昇格し119試合に出場打率3817本塁打45打点38盗塁と活躍し パシフィックコーストリーグの最優秀新人賞 MVP を受賞した。9月4日にダイヤモンドバックスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。1番中堅守で先発起用され、6打数にアンダー1三振だった。その後は1番中堅守として先発起用され続け、 9月20日のサンディエゴパドレス戦では第4打席にブラッド・ブラックからメジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは22試合に出場して打率259に本塁打5打点に盗塁を記録した。2013年3月2日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意。3月31日に左肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。 7月9日に復帰した。この年は故障の影響で66試合の出場にとどまり、打率252、3本塁打、22打点、5盗塁を記録した。2013年12月10日にダイヤモンドバックス、シカゴホワイトソックス、ロサンゼルスエンゼルス間で行われた三角トレードでホワイトソックスへ移籍した。 2014年3月1日にホワイトソックスと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は、小中堅守として25試合に出場していたが、5月3日に右ハムストリングを痛めて15日間の故障者リスト入りした。その後、5月18日に復帰した。123試合の出場に止まったが、規定打席に到達して打率、300と、 アメリカンリーグ最多の13塁打を記録した。2015年は、スプリングトレーニング期間中に5年総額2350万ドルの契約延長を結んだ。シーズンでは4月22日のカンザスシティロイヤルズ戦で、ヨーダノ・ベンチュラと乱闘になることがあった。8月3日には、自身初の週間 MVP に選出された。五十三試合の出場で打率。八十七 14本類打56打点という打撃成績を残した。3類打もリーグ6位体の9本を記録した。またアリーグ8位体の98得点を記録したほか、盗塁を18個決めた。2016年は157試合の出場で打率。284、14本類打59打点、14、盗塁という打撃成績を記録した。 2016年12月8日に、ルーカス・ジオリと、レーナルド・ロペス、デエン・ダニングとのトレードで、ワシントン・ナショナルズへ移籍した。2017年は4月28日の、ニューヨーク・メッツ戦の打席で一塁に到達した際に、つまずき、負傷交代した。翌日、左膝十字人体の断裂と診断された。残りのシーズンは全休した。2018年は、開幕から出場し、 4月1日には、シーズン最初の週間 MVP を獲得した。しかし4月5日のメッツ戦でのスライディングが原因で、左足首の骨座章を追い、後に10日間の故障者リストに入った。5月10日、ウィスコンシン州、グリーンウェイで負傷した足首に、関節鏡手術を行い、有利軟骨を除去した。6月9日のジャイアンツ戦で復帰した。その後は、 安定した成績を残し、最終成績は95試合の出場で打率。301、5本打三33打点、9盗塁を記録した。2019年は151試合の出場で打率。279、15本打四49打点、15盗塁を記録した。ポストシーズン、ワールドシリーズの大手をかけられた第6戦で、逆転勝利につながる。 同点本類打を放った。PS 全体で打率24。246.2本類が10打点を記録し、シリーズ優勝に貢献した。2020年オフの10月28日に球団が延長オプションの放棄を発表したため、FA となった。2020年12月8日に、古巣のホワイトソックスと700万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして千二十二年は、 球団側が選択権を所持し、バイアウトの際は100万ドルが支払われる。2021年7月7日にリーフとなり、12日に自由契約となった。2021年7月14日にエンゼルスとメジャー契約を結んだ。8月15日にリーフとなり、20日に自由契約となった。ありがとうございます。